東京のハードロックバンドブラインドマンでキーボードを担当している松井と言います。名古屋在住ですが、東京まで通いでバンド活動を行っております。よろしくお願いします。こちらでおそらく、まあ、一般的に本格的に、バンド活動を始めたのは、まあ、現在、レグレス太鼓を叩いている小川さん、ドラマーなんですけど、まあ、その人たち と、ビッグアグというビッグエブというハードロックバンドをやってました。まあ、その後フリーラブ、結構サイケデリックなハードロックバンドで4年ぐらいやりました。でその後ぐらいにレイチェル・マザーグースという様式美系のバンドも、2年ほどやりました。それを、まあ、脱退した後ぐらいに東京で、たまたまセッションライブかなんかイベントかなんかでブラインドマンのメンバーと、対バンする機会がありまして、まあ、その時に、リーダーの中村達也から、まあ、加入を要請されまして、デビューした当時から、まあ、すごく注目してたバンドで、まあ、当時90年代ハードロックをやってるバンドというのはほとんど壊滅状態で、自分もそういう中でハードロックできなくて一時グラムロックのバンドをやったりとかしてました。その中で、まあ、本格的なハードロックをやってて、そういう、ね、バンドから参加要請があったということで、まあ、本当その日は丸一日寝れませんでしたね。ちょっと舞い上がっちゃって、もう丸5年になると思うんですが、未だ加入した当時のフレッシュ感が抜けないまま頑張っております。まあ、うちの母親はですね、実はピアノの教師でして、3歳の頃からピアノを弾いてまして、うちの母親の先生から、習っておりました。真面目にレッスン通ったのは中学校1年ぐらいまでじゃないかと思うんですが、なんでこういうロックを好きになったのかというのはですね、6年生か中学校1年生ぐらいの時ですね、ラジオから流れてきたレインボーですね、愛されんだというすごいキャッチーな曲がありまして、当時はまあ本当にカセットテープでエアチェックで録音してたんですが、本当にそれがなんかすごく耳にこびりついて、今なんかもうないと思いますが45回転のドーナツ版です。それを買いまして、本当にすり減るぐらいまで聴いて、お正月に年玉でアルバムを買ってですね、スポットライトキットという曲がありまして、ゲストパートがやっぱりクラシカルな感じで、それからまあやっぱりこのリッチ・ブラックモアというギタリストに影響を受けましてですね、ピアノをやめましてエレキギターを弾くようになるんですよ。もうリッチのモノマネをばかりしてて、一向にギターは上手くならないということで、バンドをやっぱり高校生ぐらいになるとやりたがるんですね。同級生ぐらいにすごく上手いやつが出てきて、そういうやつと比べると本当にどうしようもない下手くそで、このギターでは一番には狙わないんじゃないか、そこでまたキーボードに戻ったという音楽を始めたきっかけでございます。さっきの話したそのスポットライトキットなんですが、レコードの中にですね、曲の解説書みたいなものがおそらくライターが書かれていると思うんですが、ディープパープルをホーンとさせるハイチューンナンバーみたいな、なんかその類のものが書いてあったんですよね。このディープパープルとは何ぞやと思いまして、それからまたさらに遡り、70年代のディープパープルの一連のアルバムをいっぱい買うわけですよ。まあ、その中で一番やっぱり自分の中で強烈だったのがやっぱライブインジャパン、72年の日本公演の実況録音版なんですが、リッチ・ブラックモアも確かにすごいんですよ。はい、もうそれと遜色ないぐらいの音圧が、そのジョン・ロードというオルガニスト そのハモンドの音に込められたですね、どっちがギターでどっちがオルガンか分かんないぐらいの真っ向勝負をしているという、それを聞いてですね、オルガンというのはすごいもんだなと当時は思いました。ハモンドオルガンというものを意識して弾き始めたのはやっぱりそのディープアップのやっぱジョン・ロードですね。このオルガンをメインにしているというのは、本当は自分はギタリストになりたかったんですよね。やっぱ歪んだ音、
あれにやっぱり調和させるにはやっぱりこのオルガンのこの歪んだトーン、やっぱりこれが一番寄り添うことができるんですね。普段、まあ、シンセとかに入っているオルガンっていうのは、まあ、こういう音で、まあ、最近のやつは、レスリーシュミレーターというこのレバーを入れるだけでレスリーが回ってくれてる音がしますね。まあ、本当のオルガンに、レスリーを通して当時の音をざっと再現するとしますと、なんていうんですかね、がっつり来る感がやっぱりやめられなくて、私はこの70キロもあるレスリースピーカーとオルガンをいつも運んで、ライブハウスで演奏しているというわけでございます。これがアッパーといいまして、ツイターなんで、上向きに、ちょうどこの中で上向きにスピーカーがついてますですね。このラッパから音が、出て、その音を、散らかして、まあ、いわゆるドップラー効果というトレモロを出してですね、ちょっとやってみましょうね。これと同時にですね、下にもローターテープ、中をちょっと覗いてみるとですね、15インチのウーハーがついてるんです。ロアドラムからこれも巻き散らかして、これもこのフットスイッチを踏むと回ると。でこの上と下のこのタイミングのズレ、タイムラグで、まあ、さらにドップラー効果がフェーズ効果がしてネオネオサウンドになっちゃう。私はこれを改造してですね、2台連結させております。2台ともに同時に止まったりします。これを本当にやるとステージ上にフェーズが発生しますとですね、あの世に行ってしまいます。でこれ最近よく自分も使ってるんですが、アッパーだけでなんですが、これも意外とパワーがあっておすすめでございます。70キロはさすがに持てないという方はこちらの SD2101 をおすすめします。三重にお住まいの私 の, あの師匠がおりまして、その人がこうやらレスリーを電の子で真っ二つに切ってですね、運びやすくしてるというので、師匠からこれは譲り受けたものなんですが、そこまでしてもやっぱりこのレスリーをライブハウスで使いたいという、これがやっぱりこの気合の表れですね。オルガンというのはやっぱりマイクでやっぱり拾ってもらいたいというのがこだわりでございます。私にとってオルガンとはギターである。